演舞開演。どうも、本日はこちら、ナトリというメーカーさんの一生に一度は食べていただきたい粗挽きサラミ、一生にではなかったですね、を食べてみたいと思います。どれだけ自信あるんでしょう。サラミってピザの上に乗ってるイメージしかないんですよね、自分の中では。なんかソーセージのようにも見えます。あ、ソーセージの一種か。では、いただきます。あ、今まで食べてきたサラミと全然違う。ちょっとソーセージみたいな太みがあるイメージでしたが、それが良かったです。噛み締めると肉の旨みが口中にじわーっと広がって、ピザのサラミの薄さとは違う、また重い美味しい食感が味わえました。これだけだと本当に食べてほしいですね。ここまでいろいろ料理にも使ってもいいかもしれません。お酒と かご飯のお供にちょうどいいですね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。